スラットナーは、スロベニア語レンスカ地方、ェルクニエナ、ゴレニスケムにある企業である。スラットナーは当初は、スラットナーカーボンというブランドで知られる、スキージャンプ用のビンディングのメーカーであったが、2016年に、エランが、スキージャンプ用のスキー板の製造から撤退した際に、製造部門がスラットナーに移管された。ピーター・スラッテナー SP は、ェルクニエナ、ゴレニスケムに本社がある。 同社のルーツは、ペテル・スラットナーの父親によって創業された金属加工製造工場である。ペテル・スラットナーは若い頃は、スキージャンプの選手であったが、現役引退後は、金属加工業に専念した。スキージャンプのかかとの部分を固定するビンディングで、安全かつ革新的な生産を可能にした。ブランド・スラットナーカーボンは2006年のコーチの矢に、グリッチイラーによって作られた。 2012年時点では半数以上の選手に使用されていた。2016年シーズンでは3つの異なるビンディングのモデル、すなわちプロ向けのエアービンディング、少し安いエボビンディング、3つ目はジュニアビンディングモデルである。その後は炭素繊維製のスキージャンプ用ブーツの製造を始めた。現在は3種類製造されている。エランの撤退とスラットナーの事業継承。 ペテル・プレブッツとスラットナーのスキー老舗のスキージャンプ用スキー板の製造メーカーであったエランは2016年にスキージャンプ用スキー板の製造から撤退した。非常にニッチかつ特殊で市場規模も小さいことが要因であった。この事態にペテル・スラットナーはスラットナーのブランドとしてこの事業を継承することでエランと合意した。 エランの製造設備と人材を継承し、わずか1ヶ月後に新しいスキーを発表した。これによって、スロベニアのスキージャンプ用、スキー板の生産拠点が残ることとなったため、スロベニアスキー連盟から人材維持のための補助を受けている。スキースラットナーカーボンスラットナー製のスキージャンプ用、スキー板は2つのモデルがあり、1つはワールドカップスキーススラッテナーカーボン。 もう一つはジュニア向けのジュニアスキーススラッテナー、カーボンである。2015から16年シーズンでエランを使用してワールドカップ総合優勝を果たしたペテル・プレブツ、高梨・サラを含む多くの選手が採用している。ワールドカップ初優勝2016年11月25日、2016から17シーズンの FIS ワールドカップ初戦でスラットナーを使用するドメン・プレブツが優勝した。 女子の FIS ワールドカップ初戦でも高梨沙羅が優勝し、スラットナーのスキーを使用している選手が男女とも2016から17シーズンの初戦を制することになった。アクセサリー常実のスキージャンプ製品に付属する装備等の製造も行っている。ありがとうございます。